レッドシグナル、ブラックアウト、今スタート。さあ、さあ、高須左、高須左スタートを切っている。高須左スタートを切りまして、ボールショット、やや差をつけながらインに入っていきました。さあ、そして有田光が2番手に上がってきましたね。有田光もいいスタートを決めていきました。さあ、そして3番手に上がってきておりますのが、さあ、こちらがゼッケン72番でしょうかね。さあ、そして1台コーソフ、あー、危ない危ない、なんとか戻った。あー、危ない危ない。さあ、金子博士がオーバーランをしましたけれども、コースに戻ります。そして、しかしもう1台、ここは転倒を切ってしまいました。 SG、最初の130Rはどうだ。ここは高杉を守る、ここは高杉を守ります。しかし、その 130Rを抜けてゼッケン65番をつけます。有田光がぐんぐんと伸びてくる、伸びてくる。しかし、大通りに進んでいくどうだ。ここはゼッケン16番の高杉直子が抑えていきます。2番手もしっかり、これは有田光が守っています。さあ、細谷、そして浜田が3番手、4番手、そして日立オートモティブシステムズスケインで有田が来た。有田がこれでトップに浮上して、
ますか？それぞれ応援する選手を今まで決めている、そんな方も多いと思いますけれども、まずはこのトップ6の中で誰が勝つかというのも次のホームストレートで考えてみてください。さあ、北朝鮮で実践実験、ここは全県16番の高杉直子がトップで入っていきます。またまたこれスリップストリームから抜け出そうという、そんな攻防戦が見えるか。